堀口ゆめです。大阪から来ました。趣味は YouTube を見ることと遊びに行くことで、特技はモノマネと変顔です。と大阪のパワーで2度目の舞台頑張ります。頑張りますじゃない。出れるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、この舞台にかける思いみたいのがあれば、うん、そのせっかくね、うん、あのわざわざ大阪からオーディション来たんでしょ、受けて、はい、すごいたくさん受けてるんで、今日は本当に舞台っていうのがまだ1回しかやったことないん でその1回目の舞台がとっても楽しくて、お客さんもとってもあったかくて、一緒に演じてくださった役者さんたちもとても優しくて、演じることがとても楽しかったので、もう一回の舞台をしてみたいと思ったので頑張ります。